はい、いつもありがとうございます。企業家とプロデューサー、マンデーアドバイザーのマガリオサトシです。まあさ、僕の YouTube って再生回数全然ないんですけど まあ、Facebook にもね、Facebook ページにもそのままアップしてるんですけど、もうさ、めっちゃ少ない再生回数で質問が来るのよ 嬉しいんだか嬉しくないんだかよくわかんないんですけど 機械をビジネスにする場合、今日、前の動画でこういうマトリックスを書いてたんですけどね、こういうちょっと図を描いていて、でそのここって機械をお金に換えるっていうビジネスなんですよね。でビジネスの起点って2つあるっていうのは昔の動画でも話してるんですけど、ここっていうのは創造っていう0から1っていうビジネスなんですよ。でここっていうのはタイミングっていうビジネスで、もうすでにあるものなんです。だからここっていうのは基本安く仕入れて高く売るっていうビジネスのやり方をするわけですよ。だってもうすでにあるんだから。でもっていうと、これはその PLC、プロダクトライフサイクルでいくと、ちょうどこのタイミングっていうのはここなわけですよね。もうゼロから、導入から始まって、成長していって、成熟期にいて、もうライバルだとかももう出揃ってるわけですよ。だからもうここっていうのはどちらかっていうと、そういう高値でビジネスができるわけじゃなくて、より成熟してる市場でマーケットはあるんだけど、安く仕入れられたやつらが買っていくわけです。うちもヤフーショッピングだったり、楽天やってますけど、もう完全に成熟してるんですよね。どうするかっていうと、もうバイングパワーなんです、ここ っていうビジネスのやり方なんですよ。だ結構皆さん、その背取りだったり物販とかって副業とかでスタートされる方がいて、それでその独立される方もいると思うんですけど、必ずやっぱり壁に座ってぶち当たっていくわけですよね。でどうするのかっていうと、オリジナルを作りたいって話になるわけですよ。これは OEM でもいいし、もう本当にその自分のところで内製化してもいいんですけど、っていうのはこの機械から今度この学びをビジネスにするっていうのは、ここでやっぱりそのいろんなね、その取引事例だったり、お客さんだったり、取引先だったりっていうのと知り合うわけですよね。そうするといろんなプラスやマイナスっていうのが分かるわけですよ。じゃあそれをもとに、じゃあその自分のところでもノウハウっていうのが体系化できるかできないかなんですよね。なんとなくやってんのか、しっかりそれを言語化して仕組み化していくのかっていう。で、このプロセスっていうのはもう徹底的に、もう学ぶっていうのは学ぶ、調べて聞くっていうプロセスを繰り返すわけです。で、カンブリア宮殿でサルタヒココーヒーの社長さんが登場されていて、もともと役者をされていて、辞めて、大学で初めてなんかコーヒー飲んだらしいんですけど、そこから目覚めてみたいなね、何年間か、本当ごく短い期間で、海外国内20店舗ぐらいやってるってすごいなって。名古屋にも先月来たんですけど、僕まだ行ってないんですけどね、ちょっと行ってみようかな、明後日とか。そのコーヒー屋をやるときに、1000店ぐらいリサーチしたっていうの。で、自分コーヒー屋なんですけど、ってコーヒーを教えてくださいって大先輩たちに教えてもらったっていうんですけど、ここではもうそういう姿勢がすごく大事なんですよ。学びをお金に変えようと思った時には、もうとにかく先人に学びを教えおこうわけ。もう学ぶ。そしてなおかつ調べる。で、調べて分からないことをさらに聞くっていう、その中で体系化していくっていうプロセスがすごく大事になってきていて、ここはもうね、本当徹底的に教えおこうっていう形なんですね。で、その時やっちゃいけないのは、ここで生し経験があるから、じゃあその、ここで新しいね、その、何かその学びだとこう得たとしても、あ、なんか俺それ知ってるし、とか、なんかやったけどうまくいかなかったし、みたいな、中途半端な学び方になっちゃったりするんですよね。本当にその、なんて言ったっけ、今、ど忘れしちゃったんだけど、まずはその徹底的に、主張り、ここは、もう徹底的にその C 先生の教えをまず守るわけですよ。で、ここのね、そのプロセスがなんで大事なのかっていうと、どうしても僕たちって癖が出ちゃうね。ものの見方だったり、それはその感情だったり考え方だったり、その行動に自分のその今までの、これはその強みでもあって弱みでもある部分なんだけど、だからこそ一回ここは無に帰らなきゃいけないわけです。なぜなのかっていうと、このプロセスって次必ずこういくわけです。ここでどれだけ理解してるのか、その理解したことを分解して再構築したものを新しいその商品として世の中に出していくわけですよね。こうなってるところの中でこういうカーブを、今度こういうふうな動線でいかなきゃいけないわけなので、
だからここでの理解ってすごく試された時に、今までの生地知識経験だったりいろんなものが邪魔になっちゃって、素直に理解ができなくて中途半端な浅い自分が、その分かってる知ってることだけで分解して再構築しちゃうと、ここに行けないんだよね。いやいや、ここに出した瞬間に、いやもうそんなのもうすでにあるしと。意外と僕たちって、これ僕もひっくるめてなんだけど、リサーチってできない。素直に。それはなんでできないかって、僕が生きるかっていうと、例えば、いつも僕はこれ、うちの、スタッフの人だとかにもお願いしててよく見てるんだけど、Google だったりのさ、検索キーワード、何かリサーチするときに、その目的があってね、何かを検索してるときに、検索ワードにどんなキーワードを入れるのかって、もうその人の今日までの知識なんだよね、経験なんだよね。だから、うちのその一つのお店は、もう、メニューがないから、お客さんから言われたことを何でもできますって言って提供するお店なんだけど、1店舗は。もうそこはさ、恥ずかしい話、お客さんが持ってこられたものを僕たちが知らないってことは普通にある。例えば、持ってこられたものの素材、これ何なのと、どういう加工をしてるのと。で、そもそもお客さんも、それがどんな用途や目的で使われてるかわからないんだけど、取引先からこれと同じものを作ってくれって言われたから、うちに持ってきたみたいな、まあ、そんなふうな ケースってよくあって。そうするとさ、検索キーワードに自分が知らないものを検索しなきゃいけないわけね。でもこれセンスなわけよ。じゃあそれって今までの自分でできるのかって言ったらできないから、そういうことをできる人たちから学ばなきゃいけないんだよね。でも教えてもらっても素直にやらないんだよ。その通りに。だから結果的に検索調べることってコストがかかるよね。で、僕、そのさっきチームがいるって言ったんだけど、僕にはリサーチャーがいる。何人か。しかも情報提供者が何人かいて、僕もネット大好きよ。暇さえあればね、僕のこと知ってる人っていうのは、僕ほとんどスマホを離さないからね。もう何やってても、暇ができればずっとスマホ、SNS とかいじってるんだけど、でも、やっぱりその僕が知っていること、興味関心があることを中心に見ちゃったり、より好みもするでしょ。で、もっと言うと、世の中の、ね、新しく出てきた、例えばお店や会社だったり、商品サービスだったりって、全部売るわけじゃないよね。で、じゃあなんでそれを比較的早く僕は知ることができるのかっていうと、それを専門にやってるリサーチャーがいて、それこそ面白い商品サービスが出てきたっつったら、LINE だったりチャットワークに送られてくる URL が。だから僕は何やってたとしても、全然なんか会議出てようが打ち合わせしてようが、終わった後にふってみると、わ、なんだこれ新しい面白いサービスだみたいな。で、今度例えば僕が興味関心があるそのキーワードを伝えておくと、もうそれに関してのそのあらゆる本だったりレポートだったりっていうのがもうバーッと事務所に送られてきたりだとかしてて、だから自分で調べたりだとかしないから、常に僕のその興味だったり関心があること以外のことも入ってくるんだよね。だから経営コンサルっていうか、アドバイスができたり、じゃ新規事業なんかやろうぜって言った時に、なんですぐできるのかっていうと、もうそういうリサーチが終わってるとか、情報が集まってる。で、なおかつもっと欲しい時には、この件についてもっと深く教えてほしいんだって、調べてほしいんだってお願いして、例えばその第一人者だったり先生だったりに当たって、そこからのフォアってのは僕からることもあるんだけど、そういうことをできるようにしてるんですよね、仕組みで。だからこそ、もし皆さんにそういう人がいないっていうのであれば、もう本当にですね、なんて言うんだろうな、今日僕もちょっと動画 今何時なんだ、これも4時とかそれぐらいなんで、もうちょっと僕もいい加減もう眠たいし、ろれつもよく回ってなきゃ恥ずかしいんですが、徹底的に一回その自分の我流を捨ててみて、そしてここでもう一回ゼロから学び直すぐらいの勢いでね、やってもらって、で、でもそうは言ったってさ、自分の知識経験っていうのは必ず紐づくんで、必ずその相手の定義じゃないけど、既存のものと既存のもの、新しいもの、古いものっていうのは結合するんだよね、化学反応を起こす。で、それがやっぱりその今までよりも自分が知らないことを取り入れるから、もっと上に行けるわけですよ、単純に言うとね。だから初め何かビジネスの機会があったなと思った時に、もう既存のものだから、それはその調達したりだとかするのっていうのは容易なんだよね。もうやってる人がいるから。で、さっきの僕の一個前の動画で、さつまいも持ってたけど、焼き芋屋さんね、焼き芋の話もしたと思うけど、調べたらどんだけでも出てくる。例えば、これ。これ
これもさ、飲み屋でばっか受けよ。これうちの、スタッフの子が作ってくれて、うちは月に1回小学生向けの工作教室にやってんだよね。で、今度お財布を作るっていう中でいろんなお財布のパターン型をね、調べてみんなで作ってみてやったりとかしてたんだけど、これがこうやって置かれててさ、俺これ買うわとか言って、これ飲み屋で受けるからって、俺3000円で買ったんですけど。メルカリとか見てもらうと、500円とかいいやつは数千円とか、あべ、お金が入ってた。ほら、ラッキー、俺お金入れてたんだ。やったー、みたいな。なんでこれお金入ってたんだろう、この財布。まあ、財布だもんな。まあでも、めちゃくちゃ受けますよ。僕みたいなバカな社長を見つければですね、こんな こんなのも3000円とかで売れちゃうみたいな。やっぱさ、よくなんか、ちょっと話脱線するからやめよう。みたいな形で、実は、別にこれだって、売ってるから安く仕入れて高く買って、自分でこうやってね、見れば、ああ、こういう作りなんだ、こうすればいいんだって分かるわけです。学べるわけですよね。もうちょっとネットで検索すれば、もういろんな手作り財布が出てきますから、スターバックスだったり、アマゾンだったり、こういう段ボールだったりね、紙袋を使って作るっていったものが、でその中で自分で型紙を何回もやってみて、型紙だったりパターンを作ればいいし、もっと言うとこの先っていうのは、じゃあそういう紙まで作ってしまう、こういう他社製のね、これ結構ね、グレーはグレーなんだよね。自分で使うのはいいみたいだけど。だから、じゃあそこからさらに進化しようと思った時には、ってみんないろんな、こういう小物を作ってるわけでしょ。デザインだとかいろいろ考えたりだとかっていうふうなステージで、これどんどんフロー、サイクル回ってるんだよね。ここすごく意識してもらうと、今自分がどのステージに挑戦してるのかっていう、これもちろんさ、タイプなんで、得手不手、強み弱みありますよ。僕もさっき言った通り、最もここ苦手だもん。なぜかというと、自分の経験の中でなんとなく分かっている。さっき言ったダメな例ですよね。自分の中でなんとなく分かっている。言語化しなくても、マニュアル化しなくても、体系化しなくても、自分は分かっている。だけど、じゃあそれが他のスタッフも分かっているのかというと、言語化してみて初めてそれをまとめてみて、理解度を測れるってことあるわけですよね。そこもちょっと徹底的にしなきゃいけないなと思ってるんですけど、でも初めからそういうこと得意な人っているわけですよ。で、過去に2人3人ぐらいいたんだけど、僕がその昔ほぼ毎日セミナーやってた。で、2時間だったり半日だったり2日のセミナーとか、いろんなパターンのセミナーやってたんだけど、終わった後にセミナーが終わるや否や、僕に「曲先生、今日曲先生のセミナーまとめたんですけど」っつって、バーンっつって、もうものすごい何枚もメモ用紙レポート用紙っていうか、バーンと提出してくれる子がいたのね、過去に2、3人ぐらい。もう毎回毎回セミナーに来て、終わったで、本当にもうその直後に、僕はこうやって板書してることだったり話してることっていうのを、その彼女なりにまとめてんだよね。その体系化するのがすごい得意だから、実際その子たちには僕のうちのテキストを作ってもらったり、お願いしたりだとか、なんかゲームを作ってもらったりだとかっていうふうに、またチームになってね、活躍してもらったりとかしてたんですけど、羨ましかったもんね。もう、あ、それもすごい才能強みだなと思って。だってセミナーが終わりゃいいなや、先生、これ今日の先生のセミナーのってまとまってんだよ。すごくね？ っていうか、いや、俺もさ、資料あるんだよ。あるし、別にパワーポイント、スライドもあるんだよ。だけど、全然いいの。それは僕が作ってきたものと、その彼女が見たものと、アイデアの定義で結合されて、で、またその見やすさだったりね。でさ、ノートってさ、例えばそのフォントの大きさだったり、色だったりによって見やすさとかって全然変わってくるよね。つまりそういう話なわけだ、センスの話なわけなんだけど、なんかすごい、話がどんどん脱線してるの、大丈夫か。15分になっちゃうと切れちゃうんで、もうちょっと一回またこれ切りたいなと思うんだけど、ここら辺のそのサイクルっていうのをね、ぜひ意識してほしいなと思ってます。この財布をあげるわ。中にお金は入ってないけど、欲しかったら連絡ください。いつもありがとうございます。それではまた。